マンデースパサカカウントダウンランキング、早速 J1 順位表から見ていきましょう。首位は未だ無敗の川崎フロンターレ、追いかける横浜 F マリノスは2試合連続で5ゴールと攻撃陣が大爆発、川崎を勝ち点4差で追いかけています。改めて進行は好きな数字は7、夢の国が大好きなバナナキングちゃんと、みんなお待たせ、東京オリンピックのお仕事から帰ってきましたサッカー大好きスパマルくんです。ねえバナナキングちゃん、僕がいなくて寂しかったでしょ。なんか言った？ねえ、それよりソーシャルディスタンスちゃんと守って、はい、続いては今シーズンの J1 を数々のデータを元にしたランキングでご紹介します。通勤や通学帰りで見てくれると嬉しいな。それではレッツランキング。まずはゴールランキング、1位は変わらず古橋亨梧、移籍したセルティックでも7試合で6ゴールと大爆発、スコットランドリーグで旋風を巻き起こしています。直接フリーキックを決めたこのランキングは変わらずサロモンソンと手塚康平が2本で同率1位、よーく曲がるフリーキックもっと見たいな。アシストランキングでは首位の川崎フロンターレから2人、山根美希とレアンドロ・ダミアンが1位、レアンドロ・ダミアンはゴールランキングでも2位、川崎の攻撃力の高さが分かります、恐るべし。スプリント1位は前田大然、ぶっちぎりのトップです。東京オリンピックが終わってすぐにハットトリック、 F マリノスの攻撃を牽引しています。一番ピッチを走っている選手は名古屋の稲垣翔、あと8キロで300キロ、なんと東京から豊橋まで走っている計算になります。ヘディングゴールランキング、3位セレッソのチアゴは前節の横浜 FC 戦で同点ゴールと逆転ゴールを決めて勝利に貢献、2点ともセットプレーから打点の高いヘディングゴール、すごかったな。以上マンデースパサカカウントダウンランキングでした。最後まで見てくれてありがとう、来週もよろしくお願いします。あ、そうだバナナキングちゃん聞いてよ、ベストプレーを選ぶスパツク、僕も投票したんだ。へえ、何に投票したの？あ、バナナキングちゃん聞きたい？聞きたい？あ、そろそろ時間、また来週月曜日にお会いしましょうね皆さん、さようなら。言わせて、広島5連続スライディングで